世界ジャンプ小林陵侑が銀メダル、日本勢で20年ぶり個人表彰台。ノルディックスキーの世界選手権第9日は3日、スロベニアのプラニツァで行われ、ジャンプ男子個人ラージヒルで小林陵侑が銀メダルを獲得した。ジャンプ男子の日本勢が個人で表彰台に立つのは2003年大会の2種目で3位となった葛西紀明以来で20年ぶり。小林陵は1回目に135メートルを飛んで首位だったが、2回目は 129.5 メートルにとどまり、合計 276.8 点で2位となった。ティミ・ザイツ、スロベニアが 137.5 メートル、137メートルの 287.5 点で1回目2位から逆転し、初優勝した。中村直幹は29位、二階堂蓮は32位、小林潤志郎は34位だった。小林陵、ラージで銀ジャンプ男子日本勢、20年ぶり表彰台、世界ノルディック。ノルディックスキーの世界選手権は3日、スロベニアのプラニツァで行われ、ジャンプ男子個人ラージヒル、HS138 メートル、K 点125メートルで、小林陵侑、土屋ホームは合計276.8点で銀メダルを獲得した。世界選手権の個人種目でジャンプ男子日本勢の表彰台は、2003年大会で銅2つを獲得した葛西紀明、銅以来、20年ぶり。小林陵は個人で自身初の表彰台。小林陵は1回目に135メートルを飛んで首位に立ったが、2回目は 129.5 メートルで順位を下げた。地元スロベニアのティミ・ザイツが1回目2位から逆転し、合計 287.5 点で初優勝。中村直幹、フライングラボラトリーは29位。二階堂蓮、日本ビールは32位。小林潤志郎、雪印メグミルクは34位で、共に2回目に進めなかった。今大会の日本勢のメダルは、複合女子個人ノーマルヒル銅の葛西遥香、総代に続き2つ目。ジャンプ、小林陵侑が銀、2本ともビッグジャンプ、嬉しい。4度目世界選手権で個人初メダル。ノルディックスキー、世界選手権ジャンプ男子、個人ラージヒル、3日、スロベニアプラニツァ、ヒルサイズイコール HS138 メートル。22年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑、26イコール土屋ホームが合計276、8点で銀メダルを獲得した。1回目135メートルで首位に立ち、2回目はこの回30人で最も強い追い風が吹く中で129メートル。開催国スロベニアのザイツに逆転優勝を許した。試合後のインタビューで小林は、今日は2本ともビッグジャンプできたのですごい嬉しいです。条件は全く気にしてなかったので、その中で自分ができるジャンプができたのですごく良かった、と振り返った。4度目の世界選手権で個人種目で初メダル。過去3大会では19年インスブルック大会ラージヒル4位が最高だった。今大会の2月25日個人ノーマルヒルでは、2回目にスーツ規定違反による失格となり30位だった。日本勢男子で五輪と世界選手権での個人メダルを手にしたのは14年ソチ五輪ラージヒル銀メダルの葛西紀明、50。